パトリック・チャールズ・ワイゲルは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サウザンド・オークス出身のプロ野球選手、ウトを右打ち。MLB のミルウォーキー・ブルワーズ所属。オックスナード・カレッジ在学時の2014年、MLB ドラフト22巡目で、ミルウォーキー・ブルワーズから指名されたが、この時は契約しなかった。ヒューストン大学へ転校した2015年、MLB ドラフト7巡目で、 アトランタブレーブスから指名され、プロ入り。契約後、参加のアパラチアンリーグのルーキー級ダンビルブレーブスで、プロデビュー。14試合に先発登板して0勝3敗。防御率4.53、49奪三振を記録した。2016年は、A 級ロームブレーブスと AA 級ミシシッピブレーブスでプレーし、2球団合計で25試合に登板して11勝6敗。 防御率2.47、152脱三振を記録した。2017年は A 級ミシシッピとトリプル A 級、グーインネットブレイブスでプレーし、2球団合計で15試合に先発登板して6勝2敗、防御率4.14、68脱三振を記録した。この年は6月にトミー・ジョン手術を受けており、以降は全球した。二千十八年は、 前年の手術の影響もあり、ルーキー級、ガルフコーストリーグブレイブスで4試合の登板に、とどまった。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を、防ぐために40人枠入りした。2019年は、A 級ミシシッピとトリプル A 級、グーインネットストライパーズでプレイし、2球団合計で28試合に登板して6勝2敗、防御率2.73。 71奪三振を記録した。なお、この年は3度メジャー昇格を果たしているが、いずれの昇格時も、登板機会がないままトリプル A 級グイネットへ、降格している。2020年は9月4日に、メジャー昇格すると、同日のワシントンナショナルズ戦で、メジャーデビューを果たしたが、0.2回で2失点3、至球と荒れていた。この年メジャーでの登板は、 上記の一試合のみだった。2021年4月6日にオーランド・アルシアとのトレードでチャド・ソボトカと共にブルワーズへ移籍した。ありがとうございます。